だけどお前物言ったんだろう、なんか言いましたおいまだやっとれんぞみたいな感じで言うんだろう。普通の職人の方から、まあ、いつもやってくるんだけど、シミュレーションしようじゃん、お前。いや、揉めてはないです。揉めてはないです。私はさ、言いなりになったでしょ。で相当な剣幕で来たんだ。怒ってるなと。何件も回ってきたんですけど、一応ネルカエ道場の仕事を。ああ初めて言われてる。できれば、でも、まあ、届いて、まあ、どっちなんですかね。でもはっきりなじゃないと。はっきりさせて。今からもできない。はっきりし、岡部がわーわー言うのはそれだけじゃないでしょ。わーわー言うのは？そうですね。じゃあ一個一個断ることに偉そうにするわけでしょ。そんなことないですけど、まあ、いろいろ教えて。ありますか？ありますか？偉そうらしいからあいつとか言ったら。はい、お疲れ。お疲れです。わしは。お前辞めたんじゃなかった？会社。いや、それはあの撤回になりました。あ？撤回になりました。なんか問題が起きたんじゃない？問題？そうですね、ちょっと塗装の職人の方から、まあ、いつもやってくるんだけど、だから届くんですよ、高さが、高さが、で、まあ、入っとった職人が岡部なんですけど、あ、来たよ、ちょうど、お疲れ。シミュレーションしようじゃん、お前。いや、なんか久々に、シミュレーションしようよ。まあはい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ多分岡部は届くから不満かったんですよ。まあそれ僕らもあるんですけど、うん、で今回まあ塗装の職人が瓦、うん、の養生をして揉んで組んでくれみたいな。で届くから不満かったってどういうこと？何を？ゲアを？ゲアっすね。だから屋根塗装がないもんで。このあそこの屋根の上だな。ちょっと瓦じゃないですか。屋根塗装がないもんで落下防止を作らんでいいもんで、でしかも高さが低いもんで濡れるじゃないですか。濡れるよな。はい。なんですけど、うん、その瓦の養生をしたいもんで、うん、組んでくれって今回だったんですよ。うんうん。まあ。なんていうんですか、結構あるんですけど、そういうの、それを全部が全部組んでくれっていうのはないんですよ。で組まんでいい時もあれば、はい、組めいい時もあるな。そうですか。まあ悪いのは、まあ、職人営業、まあ、こいつの、うん、その、まあ、連絡が なってなかったのかなって、ね、うんうん。で何組み直しなの？はい、組み直していただきたい。直しというか、まあ、ちょっと、うん、それなら、何が営業がいいんじゃないの？どっちがいいの？はい、もう、把握しきで僕が悪いです。あ、僕悪いです。なんでお前交換だけど、何お前この言い方、お前何言わな交換だ。本心です、本心。は本心です。だけどお前物言ったんだろう、なんか言いました。なんて言ったの？なんかそれ噂になってるらしいじゃん。めちゃくちゃ今立ち消されたいし、オカルがめちゃめちゃ強気とか言って、おいまだやっとらんぞみたいな感じで言うんだろう。なんか今回そのゲアネがダメだで直してみたいな、はい、でお前なんて言ったの？ちょっとそれ気になる。それ聞いたらちょっとそれは面白いからそれ聞きたいよ、お前が。まあ、この何件も回ってきたんですけど、一応塗り替え道場でも仕事を初めて言われたんです。誰が？そのゲア根の養生があるから、なんかそのゲアも組んでくれ、高さある届いてるけど組んでくれって言われたのが初めてだったんで、うんうん、まず営業からってことか。そうそうそう。だけどあっち側はちょっと高いんじゃないの？確かにやりづらいじゃん。あのベランダのところもあるんですけど、こっち側な、はい、こっちはちょっと確かに、まあ、でもあの防水絡みがあるんだったら組む手間はあるんですよ。でその朝も着いた時点でそのベランダ防水があるんで、でそこベランダ防水あるんだ。でそこ柱が多くなっちゃうんですよ、足着いたら。うん。だから組まない方がいいんじゃないかっていう話でもうまとまってて組まなかった。それは営業と話したの？あ、しました、朝しました。あ、組まない方がいいんじゃないのって言ったら、そうだねって言って、脚立でできそうだからっていうふうで。あ、それは許可出しちゃうんだ。それは現場である程度。あ、じゃあ、はい、そうしましょう。あげれないと困るんで。じゃあ理由いいじゃん、完全に。いや、それいきなり岡部がこの独自の判断で、いや、これいらんでしょ、はい、って言ってたんじゃなくて、わざわざ現場は、はい、どうしますって今回、はい、ベランダもやるなら、
熊にいいんじゃないですかって言って、はい、あじゃあそれでお願いしますみたいな感じで軽はずみで行っちゃったんだ、はい、そうです。で私の解釈はベランダだけっていう解釈で、うん、のその屋根があるところは組まないっていうのが、うん、あの分かってなかったんで、うん、ベランダのに限ってのことだと思って、うん、で次の日あの塗装の職人さんに、まあ、あのちょっと見ながら見て洗浄入ってるんだ。はい。ならもうこの前無理やろ。何年よって言われて。何を何を聞いたの？何をここでなんか揉めたでしょ？パチパチ。いや揉めてはないですよ。揉めてはない。私は言いなりになったでしょ？うん、すみませんすみませんって言ったでしょ？でも相当の剣幕で来たわけだ。あまあ、怒ってるなとは思う。どういう感じでどういう感じで来た？ちょっと一回ちょっと再現ですか？再現してほしい。電話で？電話で。うん、はい、ちょっと電話向こう。僕トラックだったんですけど、うん、今日電話かかってきてもしもし。うん。あの組んでくださいって連絡が来て、うん、あもう一回ちょっとこれ、はい、この間いいって言ったけど、うん、もう一回やっぱりちょっと申し訳ないですけど組んでくれないですか、うん、ってなんでもう外を上げてる意味ないやん外上げてんだから中いらないでしょ、うん、全部届くやんって、うんうんうん、言いそうだなお前もっとでもきついこんなに優しくなかったでしょあーとか言ってセリフはでもこんな感じですはいそうですねそれ言えじゃん届くでしょって言ってなんか養生の絡みらしいです。養生関係ないでしょ別に。で屋根がやっぱ広いんで上塗るときね風も最近結構強いんで塗料が飛んじゃうと屋根にこう全部落ちちゃうんで屋根全面屋根の全面に養生を貼らないといけなくなっちゃうんですよ。私も職人さんからすると。それだと大変だからやっぱりこう組んどいてもらえばその組んだ中だけ養生すれば。うん、あの住む話だから、うん、やっぱりその屋根の上も組んでほしいっていうことだったんですよ。それは私だけに限るでしょ。別に養生なんかできるもんね。まあ職人さんによってやり方がいろいろ。でもそれと払えないことでしょ。はい、そうですね。違う。そうです。お前は何どう判断したの？こっちに電話したんじゃないんだ。あ、森川さんには最初にね。っていう一応聞いて、うん、であの写真送ってどうですかって言ったらあの組まないよだいたい組まないよ、うん、みたいな感じだったんで、うん、あそういうもんなんですねっていう、うん、でもう板挟みにあったわけだ板挟みというかでもその岡部がわーわー言うのはそれだけじゃないでしょわーわー言うのはそうかるまず一個一個整理しとこう岡部がそのわーわー言うのはその今回の件だけじゃなくて、はい断ることに偉そうにするわけでしょ。そんなことないですけど、まあ、いろいろ教えてるのもあります。そんなことあります。それならもう聞いとったの。昨日俺ちょっとショート喋ったんだけど、はい、岡部って俺偉そうらしいからあいつとか言ったら、うん、ちらっと言ったんだけど、それ聞いとったの。話したの。話しました。まあ偉そうにしてるらしい。で、その立木さんに強いからって言って、ああそれでやめやってきたんですよ。ああお前がそういう風なので人がそういう風になるんじゃないの。もうそれもあるっすねそうだろやっぱ親はこう見て育つで結局俺が悪いんかでもそうだろそうっすいやそういうとこあるもんな昔今ない今はないって言ってほしいっすああとか言ってないですよねないですめっちゃ優しいです、はい、いろいろそう気遣って言っとらんなんかそんなの言うなよ本当に俺がお前来たんならお前そういうこと言うなよいやでそうやって言ってなんか場だけなんかじゃないですね。あらさんよりなんかいい感じで喋ってそのね結局良くないよねみたいなことは良くないよ。ないですそんなことないです。はい、あ堀川さんはいつもあの優しいです。めちゃくちゃ真摯。はいあのお願いしたら。そう昔ではそういうイメージじゃないよな。ちょっとそのああ怖いな。何？さんたちに言われて、うん、言われてないですか？言われたの。なんかあってまあまあそう昔からだったじゃんそのお前。ちょっと変わらなかったんだ。うん。最近は気をつけてます。あどうもみたいな感じでだけど言いたいことは言わなかあ言いたいことは そ, その言い方ですかその優しい言い方、うん、まあじゃあお前は悪くないんだその物の言い方がいないんだお前は、はい、物の言い方がかなり悪いですまあ確認はしたんだじゃあ現場の物の言い方がはいただちょっと認識の違いとか、ね、そこはちゃんと気をつけとかなきゃよね、はい、ちょっと確認しますとかそちょっと確認するとねまあこういうのはそうただ立ち会いに来てるだけじゃないもんねそうですねそう自分たちが足場を組まわしとる自分たちが塗装してもらっとるっていう感覚がないとね、はい、だけど言わなかんことは言わなかんでしょ全部このハイハイって言っていや屋根、ね、割れるでね、はい、組み合うそうそうやれるもんは いらんと思うんだわその養生は養生関係ないでしょ
それ見にくさいだけ正体ただその柱があったら、まあ、そこまででいいでってことでしょ入っちゃったものじゃないでしょ18のロースリップバーって引くわけでしょテープ止めてくわけでしょそう 10分ぐらいでしょいや足場組むのはもっとそんなレビューじゃないよって倍の倍あ3倍ぐらい3倍以上かかるよな確かにこれ全部入れてくれててできればでもまあ届いて、まあ、必要ないところはまあ、なくても どっちなんですかねでもはっきりなじゃないと今からもできないんではっきりしんじゃんいやもうなんていうかわーとか届くとこはいらないわーとかさなんとかわーとかさたっちゃんたっちゃんあれやたっちゃん私たっちゃんが悪いじゃんすいませんそのうちたっちゃんその養生が分かるっていうその感覚がよく分からんだけどそのまあかかるけど両感とドラッグ波形を持って両手が使えない状態で登ったり降りたりっていう、うん、あそれもあるでねのがあるのでやっぱりそうすると、うん、やっぱりじゃあこれこっち見てこっち見てどっちの目線でどの程度こうねしたらいいのかなっていうそれは経験だよね、はい、まだ全く分かってない、まあ、残念だけど俺が来ちゃったのねそうでその瓦もこうどうしても組むとき屋根見るじゃないですか、うん、屋根見るとやっぱちょっと古いんでそうだよなバキバキいくんで僕ぐらい大丈夫なんか上げてくるやんちょっと感動しましたねこういうこと言ってくる上げてくるやんなそういう言い訳作ったらめちゃくちゃうまいわいやでもどこまで行っても口悪いんでなんでダメ態度が悪いんでダメだそんな悪かったいや一番足場の職人の中で誰が悪いえ口がってことですか、うん、わーみたいな感じ今まであっ、ま、って言われたのは岡部さんだけですけどあ言われたの、はい、あそんなうわーって言われたのわーって、はいまあ、怒ってるなっていうのはいつも分かるぐらいわーみたいなそのね、よくわーってまあ、それぐらいいきますよ嘘そういうのお前嘘それは毎回あ、ほんと毎回言われるんだそんなこと言っちゃったみたいな誰言ってんねー誰が気楽めって言っとんねーやんだろ、そんなのとか言ってほんとそれぐらいですよで、大体こう、あの岡部さんそうやって出てる時に大体村さんが隣にいるときに何て言うとっていうお前みたいに言うんだよいやでも全然僕別に井村さんがなんていうんですか井村さんいたから辞めるってわけじゃない何がそういうこと言っちゃったそれお前教育とか言ってないですか変に勘違い変に勘違いしちゃうなんかかっこいいと思って言うかもしれないかっこいいってなんかその僕の中の感覚なんですけど、うん足場を軽く見られたくないっていう感覚があってだけどお前がそういうこと言うことで軽く見られてんじゃないのなそう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 そんなことで切れたなだろう確かにだろうもう一回ちょっと話したらもう今ちょっと現場も職人も来て立ち会っとるんだけどって一回その、はい、どんどん電話してからかお前、はい、そうそうみんなその恐れてだから勝手になんか怒られたことをさまあ俺でもそうじゃんまあこの女何やっとんのお前直しとけとか言ってピューって帰っていくわけじゃんだけどそれをなんかみんなどうしようどうしようでなんかやっちゃうじゃんやっぱ電話する癖話す癖、うん、コミュニケーションだよねそうですね、うん、なんかコミュニケーションが、ねはいまあ、こういうやつは取れんかったかもしれんけどいやそうですね協力します、はい足場の組み立てについてをお送りいたしました皆さんチャンネル登録いいねあ足場の買い取りもやってますのでぜひ声かけてくださいよろしくお願いしますせーのおめでとうございます